今日俺何も手伝わなくていいの？え、なんで？なんで帰ってる？寝ちゃうか。ねえ。あれ？いいね。な。あちこ。おはようございます。おはよう。おはようございます。今日はもうこんばんなんですけど。ってことで。落ち着いてて。いいよ。帰ってきました。はい、ということで今日は何を撮るんですか？今日はですね、今から、はい、もうガチで今大阪から帰ってきたからのナイトルーティンを撮っていきたいと思います。はい、明日ね、ルイがもう学校があるので、早くね、寝る支度をしなくちゃいけないんだけど、はい、ご飯もまだ食べてないから食べさせなきゃいけなくて、はい、今から速攻でナイトルーティーンスタートしていきたいと思います。はい、ルイ君危ないから降りてください。降りてで、今まだ何もねしてないから、そういう時にね、ちょっと今日はいいものを紹介したいと思うので、はい、じゃあスタート。どうぞ。ジョマナ見て、最近炊飯器デビューしたんだよ。これ何、これ誰？ルイのおめでとう。これいいよね。ね、これなんかね、携帯からできる、そう、 Wi-Fi つなげれる。なんかもう今のやつでさ、Wi-Fi つなげれる。炊飯器の Wi-Fi やばい。ね。まあとりあえずルイとルネは好きなことしてていいよ。ルイももう寝る時間が迫ってきちゃうから、ゲームしたいんだったら今のうちにしてください。どうぞどうぞ。はい。めっちゃ殺人ゲームみたいになってた。で、ルイとルネはママのところに預けてたので、うん、こういうなんか洗濯とかもしてくれてるんだけど、うん、私たちの洗濯しないといけないし、ここに大量に荷物が届いております。優先順位はお風呂を掃除します。お風呂掃除はちょっとね、パパがやってくれるんです。今日俺何も手伝わなくていいの？え、なんで？え、そういうナイトルーティーンじゃないでしょ。あ、普通にいつも通りの感じね。うん、いつも通りのジョマナ家をじゃあ見せましょう。はい、で、だいたいこうやってね、洗濯がうるさいです。そう、洗濯はもう すごいフル活動、フル稼働してます。だいたいうるさいの。てか、この洗濯機なんかうるさくなったよね。気のせい。そう、こんなもんじゃなかった。どうだろうね。ねえ、忘れちゃった。じゃあ、ジョン君、お風呂掃除お願いしていいですか？はい、そうでした。じゃあ、お風呂掃除やって。ん？お風呂掃除やって。お風呂掃除？お風呂掃除。ふだ掃除。うん、まずその蓋をどかして。なんで呪いさんで家で手伝えないかも。なんで帰ってる？寝ちゃうか。もうそれいいんだよ。それでもう十分。それで十分だ。早く背中入ります。ちょっと。入りたい。ボブ映していいの？うん。これシャワーです。やってみてください。シャワーですよ。おぉ、それやばい。流して。やばい、これダメなの？ちっちゃ。外に水出ちゃう。そんなことパパ閉めたらいいじゃん。ルイの足洗って。どういう感じ？うん、いい感じだね。あ、行こう。ほら、洗った。ありがとう。で、その間にまだご飯炊いて、でね、今日は自分で決めるの？で、今日はもうご飯作るのめんどくさいんで、はい、シェフボックスってやつをね、
最近注文したからそれを温め、うん、これね電子レンジでチンするだけでいいんだけど、うん、例えばジョンだったら糖質を抑えたいとか、うん、マナだったらなんだろうエスニック系の料理を入れてほしいとか、うん、シェフボックスってやつで自分で細かく設定して注文するやつがあるんだけど、うんうん、今日はこれをもうレンチンして食べちゃいます。あ、レンチンでいいんだ。そう、いいね。でね、いっぱい、ね、種類頼んだから、うん、ジョンどれがいいか。鶏胸肉のディアブル風、豚肉とキノコのポークチャップ、うん、メカジキのハーブカレー焼き、うん、アジアンストマトソース、柔らかジューシー鶏のチリソース。どれにする？胸肉にしようかな。胸肉ですね、これ。ね、ディアブルって、うん、ちょっとわかんないですね。もうちょっと一か八かでこれにしますで、これ雑穀ご飯にしたんだけど、うん、あのルイトルには白いご飯が好きなので、ここでね買ったやつで今やってます。早くにした、うん、こいつマジ最強だよ。私がシェフなので鶏胸肉をディアブル風を今日は作りますじゃーん。ちゃんとシェフがね監修してるやつだからね。え、結構美味しそうだね。美味しいらしいよ。じゃーん、これを500ワットで4分から。結構美味しそうだね、うん、見た目、まあ見た目美味しくてもね味がダメだけもうダメだから。そうで、マナは今もうつわりとかないけど、まあとりあえず4分って書いてあるので4分やってみましょう。私今もうつわり全然なくなったから良かったんだけど、うん、つわりあってる人とかにはマジでいいと思う。確かに、だって開けてチンだもんね。そう、栄養もちゃんと取れるし、今さこういうの結構多いよね。ね、いろんなブランドから出てるよね。だから結局やっぱこういうの楽だよね。まあね、だって買い物とか行かなくていいんでしょ。そうだよ、届いてチンでしょ。だから毎回はちょっとあれだけど、まあだからそうだね、もう今日はちょっとこいつお願いみたいな。そうそうそう、で、Uber 頼むってなってもさ、ちょっと栄養バランス気になるじゃん。まあ確かにカロリー高いの多いし。でもそういうのがこれだと相対性楽でもその間に脱ぎたんだね。スーパーにゲロしたので、それを大阪に行ってる間に私洗っておいたんですよ。はい、乾いてます。これを入れましょう。マオめっちゃなんか興味津々なんだけど。今ね、ミミとマイクはもうちょっとこれがご飯なんか言えないけど、まあ、ちょっと汚いことが起きたので一時的に今入れてます。言ってる時は入れてないよ、うん、あのマイクだけ外に出てる。ミミはちょっとね外出ちゃうと大変なことが起きるから、いたずらっ子なんですよ。そう、だ俺たちがね家にいる間はねもうずっと2匹とも出てるから、そう、そこは心配しないで、はい、一応ね、一応伝えておきましょう、ちゃんと。今ちょっとね汚いことが起きたから2匹とも入ってます大阪の行き来新幹線で初めてかな、2人でね行くの初めてで、めっちゃ楽で、なんか飛行機はね楽しかったからよく飛行機で行ってたんだけど、もうねちょっとその楽しさいらないなと思って楽しさいらないな、飛行機の楽しさはもう大丈夫だ。これから多分ね新幹線で行くことが多くなるかも。まあでも大人数で行くとかなったら車の方が断然安いし、やっぱ結局ね新幹線で行ってもうわやっぱ車欲しいねってなったから、まあ、もしかしたら車で行くかもしれないけど、まあ、とりあえず俺はちょっとこれからアップロードをパパッとしちゃって自由に入ります、自由時間に入ります。最近こっちにね iMac を移してくれたんですよ、ジョンが。まあちょっとこっちで、あ、 LINE 入ってない？入ってない。入れる？入ってんじゃん。できたらしいよ。あ、もうできたの？あ、フォトショー入ってないのか。あ、入ってるか。あれ、カッターはない？カッターなかった。あ、俺の机の引き出しに入ってる。いい感じにナイトルーティン撮ってるけど、この動画はストーカーのやつっていうえ、もう上がってるの？まだ上がってないよ、今ダウンロードしてる。あ、見て、みんな見て、じゃーん、ルイの学校の給食のランチクロス頼んでたの、届いてました。
意外とさ、小学校のさ、必要なものって結構あるんだなって実感してる新米小学生ママです。カッターさ、歯をさ、折る方法気をつけてね。普通にこうやって、このぐらいにしとくか、うん、いや、もうちょいこのぐらい。うわー、すごい。やっはお風呂入っちゃって。着きました。これ重要。だいたいね、こうやって3回ぐらいお風呂入ってって言っても全然ルイトには入りません。何してるか見に行こう。ねえママなんて言った？ママなんて言った？聞こえなかったの？ママの声。聞こえなかった、じゃあお風呂入ってって言ったから入ってください。今日はこの入浴剤を入れてみましょう。じゃーん、超懐かしくない？これ知ってる人いるかな？今もやってんの？これガンコちゃん。うん、知ってるよ、ねね、知ってる。今日これをやって、ねねねさ、これが当たってほしい。どれが当たるかな。ママルイ言えた。ねねねが言えたい。じゃあママに勝った人、最初はグーじゃんけんぽい。あー、ルネが勝った。はい、じゃあ最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、最高でしょ。二人とも負けた。最初はグーじゃんけんぽい。あるいだ。完全に後出しなんだけど。いっせーので、はいはい。うわー、じゃあここからはセクシーシーンなので一旦後で。洗濯物終わったので畳んでいきます。でね、私超忘れてたんだけど、金曜日になったらさ、体操着洗濯に出すじゃん。それ洗い忘れてた。なので次の洗濯をもう特急でやります。なんかさ、もうさ、しゃがむのめっちゃきつくて、今妊娠して6ヶ月なんですけど、だからさ、洗濯物のさ、このしまうのをこっち下が下着とかなんですけど、めっちゃきついの。あるある。はい、そしたら2回目の洗濯回しちゃいます。ほとんど乾燥かけられないね、今回は。お風呂入った。うん。何だろう。昨日は暑かった。手入れる場所。なんだろう。服反対にしかも。うん。どう？できました。できた。じゃーん。超良くない？このまま食べるのでも全然いいけど、うん、だけどなんかまあこうやって盛り付けたら、うん、レストランで食べるみたいな感じのランチプレートみたいになるし。だからさ、ホテルのさ、うん、朝食とかさ、それとも。まあ、ちゃんのお腹はこんな感じです。どうですか、皆さん。どっちか予想してください。だから女子多いよね。女の子だね。うん。美味しそう。ちょっと食べてみよう。好きすぎたから食べちゃう。うまい。いいね。うまっ。まあ、そうだよね。シェフが考えてるでしょ。熱いよ。うん、おいしい。すごくない？こうやってね、お腹に置いてね。お腹便利だね。お腹便利な時期になってきましたよ。キノコって言っても、うん、これだったらルイトルの嫌がらず食べてくれる。わかんなそうだね。こうやって盛り付けてあげれば、ママがまるで作ったみたいな。しかもちゃんと美味しいって。まだこれでいいの？お皿入れないの？いつも離れてないよ。洗い物減らしたい。ねねの隣に。たらん。めちゃくちゃ楽よ。はい、ということで夜ご飯でーす。せーのーせ。いただきます。おいしい？おいしい。お、めっちゃ食べるね。どう？
じゃあ、いや俺も食べよう。いただきます。チキン、うん、ね、美味しいよね。美味しいね。いや、こんな感じで夜ご飯を食べますね。はい、なんかテレビ見ながら食べよう。はい、ということでご飯食べました。次は歯磨きです。行こう。その前にお茶飲む。OK。 それがルイとルネの歯磨き。ここにボなんかやあるいいね。これでいいってやる。で、ルイの方もやれるんだ。パパとママみたいにする。じゃあ歯磨きしてきます。じゃあ行ってきます。まずはこのやつを使うでしょ。このミーってやるやつで洗って、そしたらこれ、この歯磨き粉これつけたら、ああ最後一応パパにやらせて。終わった？あ、マラちゃんはお皿を洗っております。すぐ洗いません。おやすみ。おねも。で、おやすみの願いこと。そんなことするの？うん、いつもそんなことしてるの？じゃあしてみて。せーの、言わないよ。いいせーのあれ3回やるんだっけ。知らない、やったことないよ。あ、3回やるんだった。はい、言った。 OK。 うん、おやすみの音歌って。パパの歌うんだよ。パパ知らないよ、おやすみの歌。最近まださ、つわり治ってきてさ、うん、めちゃくちゃ掃除再開してんだよ、ね、もうそれまでやばかったからね。自分の分やってないやつが最悪にしちゃう。さあさあ、麻婆豆腐だって。麻婆豆腐だって。明日麻婆豆腐だって。はい、何？はい、何でこんなに。はい、めっちゃ面白い。おしまい。明日早起きすればゲームできる。ね、うん、ルイ何時に起きる？目覚まし時計置いといてあげようか。うっさい、これもやだね。で、起きて止めればそのままゲームできるじゃん。下になやるだけ。OK。 6時半、こんぐらいか。これで6時半に起きるです。パパ待って。じゃあそれで頑張って自分で起きてみて。パパ行くよ。パパ見てて。うん。いや、何の動画顔。さあ、いつものこの雨の音セッティングで。最近ね、めっちゃルイとるね、雨の音で寝てるね。ルイは別に聞きたくないんだよ。そう、雨だけ。明日のルイの学校の準備と、準備したらとりあえず私も寝る準備をします。はい、ということで今からルイの学校の準備をします。大好きだよ。皆さんも大好きだよ。おやすみ。おやすみ。目を見てちょっと狭いけどね。おやすみ。おやすみ。学校楽しい？うん。ほんと？うん。それはよかった。おやすみ。おやすみ。パパは近すぎ。じゃあね。いっぱい寝て、でっかくなったね。じゃあね。バイバイ。ジョン最近フォールアウトをやりだして、私はその中の家を作りたいんだよね。そう、早く家を。で、見て、ついに時間割が決まったよ。
で今からねここにね名前を月曜日から音楽が始まるらしいので書いてきます。みんなそれ書いてるから出席番号わかるんだ。俺さこの前保護者会行って、まあ、俺が行ったんだけど、でなんかその同じクラスのお母さんお父さんだけ集まって自己紹介するみたいなのがあって、一番先頭のお母さんが何も言われてないのに出席番号ナンバー何々の母ですって言い出して俺出席番号知らないんだけどって、まあ誰ってかみんなそんな出席番号なんか知らねえだろうと思って自己紹介聞いてたら、まさかの俺以外みんな出席番号知ってて、俺だけ、ルイの父です、よろしくお願いしますお前出席番号知らないの、なんでそんな知ってんの。でもね多分ね隣のお父さん知らなかったよ。でどうしたの。あの最初のそのお母さんが言い出した頃から携帯すなんかいじり出して、あ多分 お母さんに聞いたんだ、出席番号何番って多分聞いたの。俺もそうすればよかったんだけど、そこまで重要なさあれじゃないもんね。別にまあ言わなくてもいいだろう、こういうとこに書いたりするから番号わかるんだみんな。そうだと思う。ね、なんか作って何。コーヒー、カフェインレスコーヒーのエスプレッソ入れる。はい、お願いします。終わりました。とりあえずそれで時間割を見て準備していきます。まだね完全にルイに任せっきりにはちょっと不安なんで。ジョマナ、はい、一通り明日の準備が終わったので私もお風呂入って寝たいと思います。ジョン君は今ゲームしてる。はい、楽しいですか。とてもよか。じゃーん、さっきね荷物届いたって言ってたと思うんだけど、その中の一つが妊娠専用クリームをちょっと前まで違うの使ってたんだけど、それがなくなっちゃったので今回この可愛らしいこちらにしてみました。超可愛くない？ミテラっていうオーガニックのボディケアクリームなんだけど、赤ちゃんにも使えるそうで、ちょっとパッケージも超可愛いなと思って2本目はこちらにしてみました。おしゃれだね、こんなさおしゃれな妊娠専用クリーム今あるんだね。でも超頑張って予防してたのに、なんかここら辺に1個痒くて書いてたらできちゃって、もう一回妊娠線ってできると消えないから、消すのも超お金かかるし、あーできちゃったって思いながらも、まあ、仕方ないですね。これ赤ちゃんにも使えるということなので、気になる方いたらチェックしてみてください。概要欄に貼っておきます。はい、で私がね今日お世話になりまくったシェフボックスの方もマジで美味しかったから超おすすめです。ママの味方。ママの味方すぎるしさ、パパの味方でもあるよね。確かに。子供奥さんがギブした時、そう、風邪ひいちゃった時とかさ、電子レンジだけだから高学年のお子さんとかいる家庭だったら全然自分で一人でご飯もできそうじゃない？うん。で、そのシェフボックスのサイトも概要欄に貼っておくので気になる方いたらそちらも見てみてください。では超素なジョン・マナ家のナイトルーティーン、今日はこの辺で終わりたいと思います。あとモーニングルーティーンもねやりたいと思って、あとね前にモーニングルーティーン撮ったやつがあるんだけど、ルイの小学校入学間近に撮ったやつもあるんで、こちらもね近々アップしていきたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ、おやすみー。おやすみー。